今日は今までやってきたコードトーンのみを使った4ビートのもう少し4ビートっぽく聞こえるような手順の後半2話目ですね、やっていきたいと思います。はい、どうもー、ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。今日もね、早速なんですけども、何をやろうかっていう話なんですけど、昨日ね、4ビートの流れということで、まあ一番最初にね、昨日よりももっと前にね、コードトーンだけを使った音で4ビートを弾いていこうというふうなことで、まあもちろんね、それがゴールではないんですけども、一番初期の段階から組み上げていこうっていう感じでね、コードトーンだけを使って4ビートの練習をしていただいていると思います。そして昨日は、それをね、さらにより4ビートっぽく聞かせるためにはどうしたらいいかっていうのと、なお言うと、コードトーンをより自由に使っていくためには、ね、コードトーンも一方方向だけではなくて、いろんな方向から使えることによって、よりそのコードトーンの位置っていうのを明るく、強固にしていこう。っていうふうなことで、説明をしてきました。今日は、それの残り半分をやりつつ、そうですね、最後にはそれを弾くと実際どのように聞こえるのかっていうデモ演奏をしたいなと思っています。で、まあ恒例のね、ここでいつもね、チャンネルのお知らせというか、ね、宣伝をやっているのでよろしくお願いします。このチャンネルね、初めて見られたという方、どうも初めまして、ベースの森田哲夫です。どうもよろしくお願いします。ベースにまつわる話をやっております、言っております。で、ベースにまつわるっていうことなんですけど、タブ譜とか、なんかちょろちょろって弾けたらいいねとか、この指の使い方がどうねみたいな浅い話はしてないです。深い話をしていますね。皆さんが最終的にいろんなものが応用して活かして上手くなってくれるような、本当の意味でベースの価値っていうものをね、何年か経ってね、僕がね、いやー森田さん、あの動画見てたんですよって言って、うわーめっちゃ嬉しいわーって言って、一緒にじゃあ飲もうかって言えれるようなね、そんなね、タブ譜なんか使ってね、ちょっと3とか4とか抑えましょうみたいなレッスンやっててね、僕ね、腹割って飲めないっす。申し訳なさすぎて。ね。だって嘘ばっか言ってることになっちゃいますもん。ね。そんなんは嫌ですから、やっぱね、いや、よかった、上手くなって幸せになったんだねっていう話がしたいので、もうそういう、もう真実の話。ただね、面白くなかったり時間かかったりすることはあると思います。でもね、そんな真実だけを取り上げた話を、ベースの話をしている。で、もちろんね、真実の話をするとベースだけではなくて、音楽的なちょっと小難しい話にもなったりするので、そういうような話もしてたりします。なのでね、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、グッドボタンね、1話から戻ってね、もう今100何話になってると思いますけど、グッドボタン押しまくってもらえると嬉しいなと思いますけどもね。なんかね、あの再生時間がね、短いとね、それもダメらしいのでね、グッドボタンばっか押して次、あい次ってやるとね、あんまそれもよろしくないと思うのでね、じっくり見ていただいてよかったなと思ったら、グッドボタンを押していただけると嬉しいなと思っております。そんな感じでね、そうね、また余談話でね、ちょっと今日は長くなっちゃいましたね。そんな感じで、極力短い感じで、10分から15分ぐらいな感じでまとめていこうかなと思っております。今日は昨日の続きということなので、もし昨日のものを見られてない方はこちらかな。あ、もしくは、一番最初のとこからね、見たいという方はね、まあ、この後、リストかな、出ると思うので、もしよかったらそちらも見ていってください。そんな感じで、今日は昨日の続きから行ってみたいと思います。どうぞ。はい、どうもです。ではですね、昨日の続きからということでやっていこうと思うんですけど、ちょっとね、昨日も出してたと思うんですけど、特に話は触れなかったんですけど、All on me の譜面もう一回出します。ほい。ここにね、でっかく一応出てると思います。これはね、人の曲なので、特にね、まあ、売ったりはしないです。なので、ジャズスタンダードブックとかね、なんか買ってください。何がおすすめですかって聞いてもらったらね、答えますので、そういうような感じでよろしくお願いします。で、これ消します。ほい。で、昨日ね、半分、32小節塊の16小節をやったので、その残り半分をやっていこうと思います。では、具体的に話をしていきます。で、まずは、多分ね、また小窓になってるかもわかんないですね。出す打算の問題じゃなくてね、編集の時にうまくやってると思うので、よろしくお願いします。昨日のね、残り半分ってことなんですけど、またね、半分の真ん中からね、一番最初の時にも話しましたけど、E メジャー7やって、E7 やって、間違えた。戻っちゃダメですね、ルートまでね。で、今さっきのね、前半の部分で言いました。A から行くときは下がっていって、上げて上がってくださいよ。D マイナーは上がって下がってください。ここまで話をしたと思うんですよね。で、
これはそのまま8小節最初と一緒なので、今回も同じようにやってもらったらいいです。でもちろん違うようなアプローチしてもいいんですけど、まあね、ちょっとすごく難しくなってしまうので、まあそこら辺はね、あまり自分に厳しくしすぎなくてもいいと思います。で、実際その4ビートのラインを作っていくときっていうのは全然違う風なことをやるんですけども、まあそれはね、おいおい段階を踏んでね、いろんなアプローチの仕方っていうのを今後お伝えしていく予定なので、そしたら嫌がおうにも、いろんな感じで弾けるようになっていくので、あまり焦らず、まずは、この同じような感じで、とりあえず、この、なんとかな、平音記号で表したら、綺麗に波打ってるというか、こう、うねうねってなってるようなのを意識して、コードトーンで弾いていってあげてください。で、問題は次からなんですよ。残りの8小節が、この All of Me の中では一番難しいです。で、これは、今回に限ったことではなくて、コードトーンだけ弾いてても、やっぱり一小節ずつ変わってて、難しいなってなったと、皆さんも経験してると思うんですよね。なのでそれに類を漏れず、今回も同じようにここの8小節が非常に難しいです。で最後に2拍チェンジ Dm-G7 って 1拍2拍と3拍目4拍目で G7 で変わると思うんですけど、そこの、ちょっと難しい話も最後にします。ではですね、そのまま行ってみたいなと思うんですけど、次は F メジャーとなってますね。 F メジャーで上がります。まあ、ちなみにこの Dm でこっからどこが近いかって、ここめちゃめちゃ遠いんですけど、できれば F はここじゃなくて、ここで使いたいので、ここはすごく飛ぶんですけど、ここはもうちょっと勘弁してくださいということで、ここの F を使っています。まあ、最終的にはね、ここも繋げるようになるといいんですけど、今回はここの F をそのまま使っています。F で上がります。F メジャーで上がりますね。F メジャー7。1、2、3、4となります。で、今まで F マイナー。これ弾いてたかもわかんないですけど、これコードは違うんですけど、同じ F からスタートするっていう意味では一緒ですよね。そうすると 1,2,3,4 これリズムの拍の 1,2,3,4 というのは拍の感情の話ですからね。コードトーンの音ではないですからね。 1,2,3,4 とやるとメジャーセブンの E の音に来てると思います。でそうすると隣に F の音があるんですよね。なので F マイナーで下がってきてあげる。ここの流れを一通りもう一回やります。F メジャーで上がる。そして F マイナーで下がる。ここで、これで2この2小節はクリアできると思います。もう一回やってみましょう。F メジャーで上がって、F マイナーで下がる。こんな感じですね。ではですね、その後、ここで終わってますけど、次 C メジャーで。行くからもう一回同じとこから行きます。ここまでは一緒ですね。じゃあ次 A7、 今までこっから行ってたと思うんですけど、やっぱこれすごく遠いですよね。なのでじゃあどこなのかあったら、ここの A から行きます。具体的にこの音って C メジャーの最後のメジャー7の音って B なので、場所は違いますけど、ここと同じ音の高さになります。なのでここの A っていうのは非常に近いわけですね。でここの例えば C メジャー7がこう上がってて、ここのどこから下がってちゃいけないのかっていう人もいるんですけど、別に全然大丈夫なんですけど、ただ形を作るのがすごく大変だと思います。 A7 の形をこうなるので、多分ここまで応用できる人いないと思うんですよね。やっぱその今は形で覚えていこうというのを趣旨でやってますので、主にやってますので、そのままやっていくと場所は変わりますけど、ここで下がっててあげるといいと思います。なりますよね。そうするとこの横っちょに D の音があるので、 D マイナーはそのまま上がっててあげる。そして、途中の D マイナー G7 っていう1小節でできたみたいな感じで、ここで終わってたらこの G を使うわけではなくて、ここの G を使って下がっててあげる。 OK ですね。 C メジャー7からいきます。で A7 下がる、 D マイナーで上がる、G7 で下がる、でそのまま C メジャー7弾く。これで最後の、最後から2小節目の終わりまでいったと思います。もう一回いきます。 C メジャーで上がる、 A7 で下がる、 D マイナーで上がる、 G7 で下がる、 C メジャーで上がる、こうなります。で最後の Dm-G7 のとこなんですけど、今までだと D、D、G、G、まあ、もしくは D、D、G、G、1拍ずつ、2個ずつ音をね、ルートルートで変えていったと思うんですけど、
今回、この音もちょっと変えたいなと思います。で、どうすんのかと言ったら、この2拍チェンジで出てきた場合は、もちろん1、3とか言ってもいいんですけど、1、7とか言ってもいいんですけど、ひとまず1、5、1、5といきます。つまり、で、5度、G、5度、C になります。で、この時にちょっと注意してもらいたいのが、例えば D 弾きます。そして5度ってここにもあるんですよね。そして G をここで弾くと、こう形がすごく分かりやすいっちゃ分かりやすいんですよ。このまま平行移動すればいいので、 D の形、G の形と。でも今さっきからずっとこのコンセプト、今回のコンセプトで言ってるみたいに、ここの D の5度の音っていうのはここの G とすごく遠いので、なのでもしこっちの G を使いたいならば、こっちを使ってあげる。こっちの5度を使って、低い5度を使って G に行ってあげる。で、逆にこっちを使うならば、こっちの G を使ってあげる。こっちの5度の音を弾くなら、こっちの G の音を使ってあげる。で、これはどっちの5度を使うんですかっていう風な説明をよくされることがあるんですけど、どっちでもいいです。好きなようにやってください。ただ、今さっき言ったように、5度の音から次のルートの音っていうのは近い方がいいので、逆を言うと、どっちのルート、高い方の方にルートを持っていきたいのかな、次の音のルートを持っていきたいのかな、もしくは低い音に持っていきたいのかなっていうので、高い方に持っていきたいなら、その高い方の5度のアプローチにしてあげる。低い方のルートに持っていきたいんだったら、低い5度の方にアプローチを、近い音にしてあげる。っていう風に、どっちを使わなければいけないというのはないですけども、次のルートに対して近い5度を使ってほしいということは決まっているので、次のルートをどっちに持っていきたいこと、持っていきたいのかってことをまず考え、5度の音を選ぶようにしていってあげてください。では、最後に、ワンコーラスやってみたいと思います。ちょっと早いですけど、120とかでやってみましょうか。では、どうぞ。ベース。はい、じゃあ行きたいと思います。これね、僕実を言うと、これクリックしか鳴ってないです。クリックしか鳴ってないところで僕は弾くんですけど、後から編集でね、ピアノの音とかを流しています。けど、バッチリ合ってると思うんですよね。ぜひ聴いてみてください。120でやるとね、結構ホービットっぽく聞こえると思います。よかったらどうぞ。行きます。1、2、3、4。お疲れ様でした。ベース。はい、どうもです。お疲れ様でした。こんな感じでね、やってきました。ここもね、非常に難しいポイントだと思います。またね、次の4ビートの話までしばらく間を空けますので、ね、ここちょこちょこやってあげてください。でね、入れ替わりのところですね。まあ、で、あと、いつも言ってますけど、手の形とかを気をつけてもらうっていうのと、シフトはきちんとやっていくみたいな感じでシビアにやってあげてください。で、All of Me っていうのは、まあ、前にも話したかもわかんないですけど、テンポどれぐらいなんですかって聞かれる方もいるんですけども、まあ、ジャズのスタンダードっていうのは、まあ、ほぼどの曲によって、まあ、どの曲も、まあ、そうですね、ゆっくりなのもあれば早いのもあると思います。前も言いましたね。こういうふうなものもあれば、ローミーっていうのもあると思うんです。結構遅くから結構早くまであると思うので、まあどのテンポでもね、結構早くなんでもやれるようにはしといた方がいいんですけど、今回一応この上下戻ってくるので、行って戻ってくるので、ひとまずのゴールとしたいものは、だいたい140ですかね。四分音符140。結構早いなと思ったと思います。まああんま無理せん範囲がいいんですけど、まあ140ぐらいを目処にやっていってもらえるといいかなと思ってます。で、一応 All of Me で、4ビートの勉強をしてもらうのはここまでというふうな感じで思っております。じゃあ、これで4ビート弾けるのかって、いや、そんなことはもちろんないわけですよね。そこのステップ、その次のステップ、その次の次のステップってまたね、いろいろあるので、次は There Will Never Be Another You というジャズのスタンダードの曲をやりたいなと思っております。
で、もしね、そうですね、オールオーミー余裕持ってできるようになってきたよと思ったら、There Will Never Be Another You という曲を同じような感じで今までやってきた手順ですね、コードトーンを全部確認して、行って帰ってくるのも確認して、そして、なんていうのかな、上がっていくばっかじゃなくて上がるのと下がるのをうまいこと織り交ぜてって今回やったことですね。で2拍チェンジのとこはルートとコードをきちんと混ぜていくぐらいまで、またやれるといいんじゃないかなと思います。ただ、There Will Never Be Another You は、ほぼ1小節ずつ変わっていくのでコードが、なので All of Me の一番難しかったよっていう最後の8小節が曲の中全編にあるみたいな感じなので、結構ねまたこれはこれで同じぐらい難しい、時間がかかるんじゃないかなと思ってます。なんというか曲の難易度が上がっている分、上がってはいるんですけど、皆さんの力も上がっているので、その分相殺して同じぐらいだいたいかかるっていうふうな様子を見てると、同じぐらいかかるっていうふうな人が多いように思います。なので、もしあれだったら、There Will Never Be Another You も少し見といてあげるといいかなというふうに思います。で、まあね、まずはオールオンミーで入れ替えてしっかりやってあげてください。まあそんな感じで今日は終わりにしたいなと思います。明日はね、久々のフリジアンスケールっていう話をしようかなと思います。木曜日の法則とか入ってくるのかな、ちょっとわかんないですけどね、次回はフリジアンとかをやってみたいなというふうに思ってます。では今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。